皆さんこんにちは。サンクチュアリ出版の山口です。今日もやっていきましょう、サンクチュアリ出版 YouTube チャンネル、奇抜な人の頭の中覗き放題ということで、今日も素敵なゲストにお越しいただいております。ももさん、はい、よろしくお願いします。ももです。手なんか振っちゃったりしてね。はい、じゃあ簡単にちょっと初めましての方いらっしゃると思うんで、ご活動内容とか自己紹介いただいてもよろしいですか？はい、はじめまして、ももと申します。今のもも HSP で楽しく生きるというテーマで Twitter で約1年間発信活動をしています。今フォロワー様がだいたい 1.4 万人ぐらいいらっしゃって、日々そのハイリーセンシティブパーソンの実情とか、あと悩みとか、あと今までこうやって克服してきたよとか、そういったものを発信をしています。本業は IT 企業で広報とかマーケティングの仕事をしていて、今32歳です。ちょうど今日32歳の最後の日で、明日33歳になる、この時に YouTube チャンネルに登場させていただくことになりました。ありがとうございます。自分の中でお役立てできるような内容がお伝えできたらいいかなと思ってます。よろしくお願いします。もうね、すごいなんかお話がね、めちゃくちゃ上手なんですよ。ありがとうございます。なんか講演前なので緊張が和らぎます、そう言っていただける。この後ね、講演してもらうということなんですけど。うん、なんですよ。じゃあちょっと練習がてら、今日のそのすごい、もうもちろん大好評ということなんですが、タイトルがね、 HSP で楽しく生きる30代からの逆転ストーリーをリアルに語りますっていうことなんですけど、はい、これざっくりどんな感じですか？はい、今まで生きることに対してすごく否定的だった自分だったんですよ。30年間今消えたいなとか、うん、自分に生まれてこなければよかったのにとか、うん、みんなあんなにキラキラしてるのになんで自分だけこうなんだろうっていうのが口癖だったんですよ。ただ、うん、30歳ですね、 HSP っていうハイリーセンシティブパーソンの概念に出会って、でそこから紆余曲折ありながら Twitter にも出会って、今のアカウントを始めて、うん、1年間で本当に自分に生まれてみてよかったって思えるようになったんですよね。その過程をお話しする回になります。あ、そうなんですね。そうなんですよ。結構長い間嫌だったの？そうですね、もうなんか自分という存在をとにかく消したくって意味わかんねえ。でもなんかこれってこういうタイプの人しかわからないと思うんですけど、もう毎日毎日いつ消えられるんだろうとか、楽に自分の命がなくなる方法ないかなとか、もう本当に今の感じからは想像できないぐらいはっきり言っても病んでましたね。本当ひたすらにただただおかしい女の子だったんですよ。ほう、全然感じられないね。なんですよね、パッと見そうなんですよ。今までも別にすごいネガティブそうとかではなくって、見た目は、まあ、今の方が全然快活ですけれど、やっぱり昔から悩みなさそうだよねとか楽しそうだよねとか言われたんですけど、その根底には自分に生まれてこなければよかったっていうのはやっぱありましたね。言っちゃいけない言葉だね、はい、いやなんか楽しそうでさ、なんか悩みとかなさそうだよね、はい、みたいな、はい、これ言っちゃダメね。いや、そうなんですよ。前から変だなと思ってたんですよ。みんなは楽しそうにしてるのに自分だけ楽しくないとか、うん、みんなで協力して何かをやるってことが極端に苦手だったんですよね。へー。から例えば文化祭でみんなで準備するじゃないですか、学生時代って、うん、でもその準備とかにはいけないんですよ。いけないというか、なんか行きたくないんですよね。そのみんなの輪に入ることが嫌で、へー、そこはサボったりして、ただ文化祭が終わった時の壊す作業とかすごい頑張るんですよ。もう終わりだからみたいな感じだったんですよね。で、あ、自分っておかしいんだなと思ってたんですよ、ずっと。で、おかしいからこの性格はずっと隠してないといけないんだって割と抑え込んでたんですよね、うんうんうん、で、まあ、中高大って過ごして社会人にもなって、で社会人になったらあんまりその人と関わることというか、銀行だったので小さな支店の中でいつも同じ人と関わってればよかったので、ある意味楽になったんですよね、学生の時より。ただ5年目の時に、うん、本社に異動になった時に結構上司からのパワーハラスメントとかすごい稼働とかあって、心を壊した時に、あ、なんか自分ってやっぱり生きづらいタイプだったんだっていうのをまた認識したっていうのはありましたね。なんかこのイベントページのところに、26歳秋、3日徹夜、月150時間残業、当たり前、はい、当たり前でした。なんだこりゃ、そんな会社あんの？ありましたね、はい、いや、そうだったんですよ。これは全部リアルの話で、働きすぎ、あと、うん、まあ、とにかく寝てないというのはありましたし、うん、普段からその悪口というか、お前なんて生きてる価値がないとか、お前がいるから迷惑なんだとか、もう本当に目の前で社員証ゴミ箱に捨てられたりとか、倫理書破られたりとか、机蹴られたりとかも全然あって、なんか自分って生きてちゃいけないんだなって、なんかずっと25年間なんとなく思ってた部分がそこでカチッてハマっちゃったんですよね。自分で生きてちゃいけないんだっていう確信しちゃったんですよ、その瞬間に。一旦多分
分私という存在は壊れたんですよね、その時に。もう死んだんですよ、その私で。多分今は第二の人生を生きてるんじゃないかなっていうので、はい、今ここにおります。あ、そう。ただ、うん、やっぱりその時自律神経失調症になってしまって、なるわ。で、物もご飯も食べられないし、3ヶ月間で20キロ痩せちゃったりとか、まあ、今はちょっと太りましたけどよかった、ね、そういうのもあったので、やっぱ心もそうですし体も崩してしまったので、うん、あ、もうこれはもう持たないなっていうので、その時勤めていた銀行は、まあ、退職して、うん、もうちょっと楽な会社に転職したっていう経緯もあります。ね、それなんかこう、そこからさっき生まれ変わったみたいだなっていう風になれた、うん、というふうにおっしゃってたんですけど、うん、それなんかきっかけあったんですか？そうですね、きっかけが大きく3つあって、1つが HSP という概念と出会ったことと、2つ目が自分と向き合ったことですね、自己理解に努めたっていうことと、3つ目が今のアカウントでツイッターを始めたっていうことですね。で、簡単に言うと1つ目のその HSP に出会ったっていうのはかなり画期的でした、うん、私も4社目なんですけれど、3社目の時に、うんうん、なんとなくまた生きづらいっていうのを感じてしまって、うん、そうなんですよ。で、生きづらいって検索した時に、うん、あなたは HSP、うんかもっていうのが Google の検索に出てきたんですよ。で、これなんだろうと思って調べてみたら、まさにと思ったんですよね。あ、だまった。そうなんですね、今までのモヤモヤが解決されたような感じがしたんですよね。で、2つ目のその自己理解っていうのは、やっぱりその今まで自分が嫌いすぎて自分を見つめることから逃げてたんですよ。でも、ずっと付き合っていかなければいけない自分と向き合わないと、多分ずっと私は自分から逃げたままだと思ったんですよね。で、そこで自分と向き合ったことって、自分を理解したことと、で、それに相まって3つ目の今のアカウントでツイッターを始めたっていう部分ですね。その誰に何をどんな世界観で伝えるかっていうのがすごく大事だと思うんですけれど、やっぱりその26歳で辛かった時の自分に対して、こういう気質でもすごく楽しく生きられて自分って存在が素晴らしいんだよっていうのを心地よい世界観で伝えようっていうのが自分のコンセプトなので、その通りに発信できたことが私を変えたきっかけになったなと思っています。そのね、自分が嫌いなんだっていうのは結構聞くことがあるんだけど、うんうん、はい、そっから好きになれることってできるってことですね、うんうん、できますね。現に私ができて、まさか自分ができると思ってなかったんですよ。本当に20代後半で、銀行を辞めた後も何回もいろんなセミナー行ったんですよ。自己肯定感を上げようとか、自己需要をしようとか、でも何にも響かなかったんですよね。で、それはなぜかというと、自分に向き合ってなかったからなんですよ。とにかく外部の情報をシャワーのように浴びても、結局は答えて自分の中にあるので、自分と向き合わない限りは何も変わらないことにならなかったんですよね。でも、それからずっと逃げ続けてたので、20代の頃はだから何も解決しなかったんですよ。なので、今のアカウントではやっぱり自分と向き合うことから逃げてる方ってすごく多いと思うので、自分と少しでもいいから向き合おうねっていうのも発信のテーマの一つとしては掲げてますね。なるほどね。ご視聴の奥さん、どう、あの、向き合って見てる？私嫌いだから、もう私のことはもう見たくないってなっちゃってんじゃない？違うんだって、向き合った方がいいんだって、それもじゃあ発信してもいいかもしれないですね、そうなんですよ。弱みは全てネタになるんですよ本当にそう思います。あ、そういうのも発信しちゃってるっていうことなんですね。そうですね、私はむしろ弱みの方が発信が多いですね。で、それに対してこうなんか見てくれた人たちからはどんなリアクションがあったりしますかね、それは本当にありがたいリアクションが多いんですよ、元気が出ました、勇気が出ましたとか、このツイートに出会ってよかったですとか、自分をずっと否定し続けてたけど改めて自分と向き合おうと思いましたとか、あとはやっぱ一番多かったのは、やっぱももさん生まれてきて本当にありがとうございますとか、生きててくれて本当によかったですって言葉がすごく多くて、あ、なんか生きててよかったなって思いましたいいことづくめだね。そうなんですよ。さらにこれからもそういうふうに苦しい思いをされている方たちのお役に立てそうですしね、立てるといいですね。できることがあるでしょうね、できることがあるといいなと思っています。今回このセミナーも YouTube もそういう方々のために、今まで全然顔出しとかもほぼしなかったんですけど、何か発信できるものがあったらいいかなっていうので応諾したっていうのが実は根底にあって、そうなんですよ。皆さん、ちょっと下にいろいろ貼っときますのでね、ぜひ。最後、じゃあちょっとももさんからここまで見てくれた人たちにメッセージなんかで締めくくってみましょうか。はい、まずここまで見ていただいてありがとうございました、今生きづらさを抱えていらっしゃる方ってたくさんいらっしゃると思います。特にコロナ禍でまん延防止の宣言も伸びたっていうこともあって、すごく不安だったりとか、そもそも体調があまりよろしくなかったりとか、混沌とした世の中の中で自分という存在を消したくなったりとか、多分そういった方も一定数いらっしゃるんじゃないかなと思います、で、私も昔そうだったので気持ちはよくわかります。でも、そんな時はぜひ私の
カウントのツイートを見てください。去年の3月1日からずっとそういう心が弱い方とか悩める方に対していろんな角度から発信をしているので、何か一つでも気づく部分が必ずあると思っています。なので私は日々1日1ツイート必ずしているので、何か困ったことがあったらぜひ私のアカウントのところに来てご自身の心を癒していただけたらこの上なく嬉しいなと思ってます。ご視聴いただきありがとうございました、うん、いや本当だね、ちょっとしたことでもね、はい、変わってくるとこう、ぜひリップもお待ちしてます。ツイッターとかね、はい、返信できない時もあるんですけれど、必ずいいねを押して返してるのでぜひぜひよろしくお願いします。ももさんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また来週。ご視聴ありがとうございました。本を読まない人のための出版社サンクチュアリ出版 YouTube チャンネルは、人生や働き方を変えるヒントになるようなインタビュー動画を提供しています。人気の著者たちやインフルエンサーたちは普段どんなことを考えてどんな風に行動しているのか、ここでしか聞けない彼らの思考パターンや行動パターンをたどることによって、もっと自由に楽しく生きるコツを皆さんと一緒に学びたいと思っています。いっぱい笑える人生にしましょう。ぜひチャンネル登録お願いします。